はい、にゃーちょっとボタン覚えました。はい、覚えまして、もともとはですね、南海電鉄さんね、あの大手の南海ホークスの南海さんの三島線っていう路線だったんですけども、まあ、南海さんが、もう100年以上前、ちょっと何年か忘れちゃいました、すいません1916年、すいません107年前ですね、はい、に、開業しまして、で南海さん、まあ、一冊があったんですけど、南海さんが昭和30年代からされてまして、で、いよいよ、まあ、お客様が減って、廃止の浮き目にさらされたんですけども、沿線の皆さんがですね、ものすごい存続運動をされて、で、南海さんは撤退するけども、どっか引き継ぎ先をっていうところで、我々和歌山電鉄が、この事業、石川線の事業を引き継いだということになっております。この会計処理を抱えています通りですね、当社がこの度新たに購入する中古車両、これまでは中古のそのまた中古だったわけでございますけども、今回は久しぶりに中古の車両を購入する運びとなりまして、その車両が現在南海電鉄の2200系というですね、名前で運行している車両でございます。今和歌山電鉄さんが使っていらっしゃる車両と全く同じ仕様でございます。そういった意味ですね、技術や知識の共有ですね、を目的とした人事交流たいということ、そして何といってもですね、和歌山電鉄さんと言いますと彦駅長が有名ですね。終点のです。はい。終点の岸という駅の駅長で、多摩駅長。神様になってます。多摩神社っていうね、神社も岸駅にありますけども、今は二玉ちゃん四玉ちゃんっていうね、3番目はね、あの僕らの母体が岡山なので、岡山に出るんですけども、二玉ちゃんと四玉ちゃんが今駅長として活躍しております。またね、あの遠いところだと思いますけども、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。あの猫駅長で世界的玉駅長があるんですね。もともとね、岸駅でも小さい、この犬坊の駅よりもっともっとずっとちっちゃい駅だったんですけども、まあ、今も小さいんですけど、そこの売店のおばちゃんの飼い猫だったんですよね。で、もうおばちゃんのポケットの中で、エプロンのポケットの中で育ったような猫ちゃんだったんですけど、まあ、南海さんからうちに変わる時に、猫の、まあ、猫小屋の撤去しなきゃいけなかったというところで、おばちゃんがですね、我々が開業する日、南海さんから引き継いで開業する日の朝、始発電車を見送った時にですね、うちの社長にそのおばちゃんが結束会で、まあ、直訴に行きまして、まあ、僕見てないんで想像で言ってますけど、その猫小屋をなんとかね、置かしてほしい、おばちゃんを駅に置かしてほしいという話の中で、うちの社長が猫ちゃんを駅に送るのはどうかなっていう中 でその時ひらめいたのが、あ、駅長にすれば、ね、駅に置けるねっていうことで、まあ、誕生したのが、まあ、多摩駅長で、もうそのね、まあ、おっしゃっていただいたフランス映画の、ね、題材になったりとか、まあ、世界各国から今でも多摩駅長ね、まあ、今は二多摩ちゃん四多摩ちゃんですけども、見に来ていただけてると。するって発想、本当に素晴らしいなというふうに思います。またおばちゃまのエプロンの中にいたって育ったっていうね、なんか考えるみたいな感じですね、言うてってみたいなんですけどね。それを小島社長が引き継がれて猫一郎として、まあ、デビューしたという、これが和歌山電鉄さん、本当に全国にまた世界的に名の知られた会社になるきっかけとなったわけでございます。そして今
マン、ね、ペコ電車、多摩ミュージアム、いろんな車両を走っていらっしゃいますよね。ちょっとお願いします。まあ、多摩電車というそのまんまなんですけど、あのね、多摩駅長が101匹ワンちゃんで101匹電車の外装にこう描かれて、で中もね、ベンチの椅子の足が猫の足のようになってたりとか、いろいろ工夫凝らしてます。で、今年かな、多摩電車ミュージアム号っていう電車が走ってまして、その中には、まあ、本当ねホテルのロビーのような電車なんですけども、その中にまあガチャガチャが置いてあったりとか、まあ、いろんな仕掛けがありますので、まあね、遠いところですけど、まあ、ぜひ見に来ていただきたいと思います。多摩ミュージアム、ね、電車ですね。私中見させていただいたんですけど、本当に素敵なクラシックな雰囲気でね、なんとこういう感じの車両でございます。乗って楽しい車両ですね。他にもいちご電車、それからおもちゃ電車、いちご電車、おもちゃ電車ってね、我が物で梅干し電車っていうね、和歌山といえば梅ですけども、梅をモチーフにして、これは和風なシックな電車なんですけども、いろいろね、もう乗るたびに次何の電車が来るだろうと楽しんでいただけるような路線になってます。そして忘れてはならないのが銚子と紀州との関係ですね。はい、銚子の町は紀州のまさに、まあ、和歌山の住江のね、紀州の方がですね作った町です。豊富な漁場だということですね。紀州の方が移り住んで作られた町が銚子の町だということ。そして銚子、ご存知のように醤油の醸造が盛んなわけでございますけれども、この醤油醸造の技術は和歌山紀州から来たものなんですね。で、聞いた話でございますけども、和歌山のどこかのなんとかっていうお寺のなんとかっていうお坊さんがですね、中国に渡って仏教の勉強しに行った、その時に、お味噌の作り方をですね、覚えてきたんですね。でもなぜかレシピが違っていてですね、お味噌作ったと思ったらできたのとか違うのができた、それがお醤油だったという偶然の産物だったんですね。その醤油の技術がこちらに持ち込まれて、そして今銚子電鉄が今年100周年を迎えたわけでございますけれども、なんといっても銚子電鉄が今日まで存続できたのは梅せんべいのおかげでございます。梅せんべい親会社の経営状況がおかしくなってもうダメなんじゃないかという時にですね、よし梅せんべいを作ろうということでですね、今石上さんですね、先行業者さんにタダでおせんべいの作り方を教わったわけでございますけども、なんといっても銚子醤油があったから、醤油がね、銚子が醤油の町であったから梅せんべいを作れたんです。そういった意味でですね、紀州の、ね、にルーツを発するですね、様々な技術知識、こういったものがですね銚電の存続につながったわけでございます。そして今回、同じ南海の電車、南海電鉄の2200系電車をですね使わせていただくにあたって、今も中山電鉄の車両は全部そうですよね、南海の2200系の電車でございます。まあ、いろんなこの南海2200系のノウハウは全てご存知、運用のねノウハウ、それから、保守のノウハウ、もちろん和歌山電鉄、その他にももともとは南海電車のね、南海電鉄さんの技術も入っているわけですから、和歌山電鉄さん、そして南海電鉄さんのお力を借りつつですね、いよいよ来年の2月頃にですね新車両がデビューする予定でございます。今後ともですね、この同じ車両を使う、ね、まさに姉妹としてですね仲良くさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。この姉妹鉄はまあね、姉妹鉄道じゃ結ぼうっていうことで、お話しさせてもらったんですけど、まあ、ただの姉妹鉄道じゃちょっと面白くないかなということで、何がないかな、なんか阿佐ヶ谷姉妹とか小間取姉妹とかなんかないかなっていう中で思いついたのが、諦めたらおしまいです。まあ、この今日の天気もね、ちょっと諦めそうになってしまうような天気なんですけど、もうまさにね、両者にふさわしい、もう困難があってもなんとか打ち勝っていこうというところで、まあ、今日はその意味でもふさわしい天気だったんじゃないかなと思います。こういう天気とか、ね、困難にもめげずに諦めたらおしまいと
ということで、切磋琢磨してお互いに頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。あの諦めたお芝居って本当に素晴らしいフレーズだなと思って感動いたしました。これ麻生ジョブさんが、あ、はい、赤いカチューシャのあの竹添というのがありがとうございます。大変素晴らしいキャッチーなフレーズをですね、あのいただいて大変嬉しく思います。そして当社もですね、銚子電鉄銚子駅出発点支店終点の銚子駅でございますけれども、絶対に諦めないというですね、ネーミングライズがね、ついております、まあ、本当は諦めないでございますけれども、今日は猫ちゃんになった気分でございましてですね、なお全部にゃで表現したいということで、ね、絶対に諦めないということで、これからもやけやけさせていただきたいというふうに思います。今日はですね、駅舎の中にですね、アフレオ、餃子ですね、美味しいぬれ餃子、それから、ぬれせんべい風味の美味しい焼きそば、そして金魚すくいやってます。今日は猫ちゃんになった気分なんで、金魚は気になって仕方ないですね。あとで金魚を捕まえたら、いや、金魚すくいやってみたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。そういうわけでございましてですね、これから、末永く姉妹鉄道としてですね、お付き合いをさせていただきたいと思います。というわけでございます。本日は誠にありがとうございます。ちょっとね、もうあの雑談の中でこんなん作りたいなって僕思ってたんですって、あの僕の個人的なあれなんですけど、猫の手も借りたい今頃で限定10本発売しておりますんで、ぜひお買い求めください。さあ、この私の味わっております。まあ、猫の手も借りたいという点では本当に人手が足りないですよね。本当にこう中小、まあ、ローカル鉄道というのは本当に人手不足でございます。ですので本当に一年中猫の手も借りたいわけでございます。その猫の手も借りたいから孫の手へとまた引き継いだ言葉が出るという、まあ、非常にこう楽しい若宗鉄さんと銚子電鉄の共同開発商品第1号という、ありますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、以上、どうもありがとうございました。